おはようございます。ティテット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。作り置きよくするんですよ。錬金の関係上まあその休みの日に全部作っておいて、まあ帰った時には何もせずにみたいな正直だらね、まあ前の介護の仕事に比べてめちゃくちゃ忙しいのは確かです。あとまあ、まだね、多分この動画出てる頃は配属して間もない頃なんでね、まだちょっと明るめね、とにかく明るいティラとしてやっていってるんですけど、で、ちょっとね、まあ仕事の話をするとね、画面、パソコンの画面あるじゃないですか。パソコンの画面がね、なんかね、まあ、要はね、工場系の仕事なわけですよ。工場系の仕事でね、パソコンの画面見たんですけど、まあなんかね、まるで医者のパソコンみたいだったわ。うん。なんかね、電子顕微鏡っていうのが、その画面の中でできたりとかさ、レントゲンとか X 線みたいな。ちょっとね、真面目にやっていかんとね。というわけで来ました。久方ぶりにやってまいりました、このパーティー。何をするのかって言いますと、シャープ数が290を超えたんですよ。どういうことかって言いますと、わかりますよね。そろそろね、王者のチームというのを見せてやりましょうか。じゃあね、この動画はまあ基本的に一人将棋の対戦になるんで、ちょっと以下のルールでやっていきたいと思います。はい。特別ルールですね、今回のね。はい。それでちょっとやっていこうと思います。よろしくお願いします。というわけでね、今回はですね、王者のチームです。要は、一回使ったことあるじゃないですか、このチームって。その後、モンスターマスターのね、まあ、知識も僕もね、ついてきたと思うんですよ。というわけで、マスターダブルスキャンを変えたりして、再びこのチームがやってまいりました。よろしくお願いします。太陽です。太陽、ちょっと大丈夫かな？これなるほどね。さあ、動画ね。意外とこの手の動画ってね、動画始まると急に君たちダメになってくるけどね。ね、テストしてるときはね、問題ないんですけど、うえテストしてるときはいいんだけどね、動画始まると急にお前ら下手くれるな。さあ、そのプレッシャーに耐える。撮影のプレッシャーに耐えろ？全然やな、お前。きなりか？まあまあまあ、まだこっから始まったばっかり。戦いまだ始まったばかり。尊敬すぎるって。その結論。はい、ちょっと君たち。動画始まったったんさ、お前たち一体何なの何してんのおめえら。動画始まった途端によ。そう、これがね、動画の怖いとこ。おっと、ピロってんね。さあ、シャープ291にしてね、究極のチームを求めにさ、やってきたアルミラージ出陣強いなアルミラージだけだ、このターン攻撃やってたの。さあ、向こうのチームもなんだかんだでね、動画に、過去に動画に出たチームだからね、強いよ言っとくけど、普通にもうキラリかキラリかキラリか今回、このチームね、実はね、キラリカがすごい鍵を占めてるんですよね。キラリカが、避けるかどうかですよ。いくつだのって言われそうなんでね。一回ちょっとピロリしてほしいね。単体攻撃。まあ、それはちょっとまずい。ピロリ、おいよ、来たー来た来たー、回避率 30% よ。こっちは。こっちはですね。マスターダブルスキャンにキラリカの回避率 30% 超えですよ。お前、そこ避けるんかい。30% 超えの回避率に震えろ。ギズモと一緒ですよ。ギズモと一緒の回避率がいつも迫っている。そこに単体攻撃当てれるかどうか試してみるかい。いやー、ダッシュランいい攻撃力してんな。310対戦のからそれなら大丈夫だ。4連撃もよけてこう。キラリカいけよ。よけ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 いいよ。めちゃくちゃよけるぞこれ。キラリカにアルミラージの方が回避率低いんすよ、キラリカより。なんで、キラリカに攻撃が行くようにして、アルミラージは単純打撃はいかなしてます。これがマスターブースキャンとかをね、理解した自分のやることです。さあ、一気に戦局変わってきたよ、ちょっと。戦局こっちに傾いてきてよ、ちょっと。いいよ、乗ってきたよ。キラリカの回避数がやばいもんね。キラリカの回避数がすごいいいことになってるからね、今。そう、キラリカの方がアルミラージの回避数高かったんだよね。で、まあ、あとは引き寄せるすればいいところですからね。ダッシュランはね、会心立てん、ちょっとお前大丈夫、まあまあでも、こっちもよくピロってるからね。さあ、力のぶつかり合い、よし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 。一瞬痛恨かと思った。力と力のぶつかり合いだよ。
激しいぶつかりだよ。さあ、ヨネギ、さあ、誰に行く？ヨネギかな？はい、オッケー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 はい、オッケーオッケーオッケーはい、オッケー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 。ギズモって、うざいじゃないですか。それを再現してるんですよ、こっちは。ギズモの回避率を再現してんだよ、こっちは。こっちは、おう。おうじゃねえよ。でも、気候弾で下がっちゃったね、やっぱ。その結果ね。まあでも弱点取れば、大打点ちょ相手に恵まれてるな。これ相手がね、相手だからね。一戦マボルトで、ダークランサーかーよかったなーっ分かったな、これ分かったわ。勝った。いやー、避けて外しだったな。まあ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 。あ、アルメージかよアルメージに飛ぶかまあ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 。はい終わりやっぱね、そういうことや。もう今回の動画ね、全敗とか絶対そういう不甲斐ない、まあ、しないよ。もう。はいこちらもチュッなんだよ、このセティアの応酬は。悪名の高いか、ね神々がやってきました。うん、ちょっとまあ、なんかどうかなと思うけどさ、EX 回っていう別の回があるんですけど、単発力上げる。あっちね、バカほど活躍してるチームですね、こっちは。いや、呪いの言葉もやばすぎだろ。キラリカ呪われやすいもんね、確か。やばいな、それ。それやばいよな。それは本当に不安要素。さあ、なんだかんだね、向こうアンダー20というね、特別ルールを組んだチームなんですけど、普通にガチパーティー一つもね、喧騒ない強さ起こってるからね。おー、気候弾やっぱ通んな。105通んのか。さあ、1000万ボルトがちょっと大事になってくるね。当てれるか。主人公に行くとまずい。さあ、アトラスに一番狙い目。いやー、うわ、強っ！何これ ?532。打点は大丈夫そうだけど、怖いのは甘かける竜の剣技。キラリカ、避けろか！避けてくれ。そうだね。甘かける避けたら超でかいよ。アルミナちゃーんお前何なの？お前何なの？動画撮り始めたとたんさ、こうなりやすいのって何なの？やっぱり、とたたんさ、へしょくれんのやめろや。動画始まったとたんに。ね、何回もテストプレイしてんのにね、このパーティーは。キラリカ！よし！オッケー。これでかいね。呪いの言葉まずいな。誰でも呪われる可能性が、危険、かなり危険じゃねこれ。アルミラもキラリカも、ダッシュラもちょっと、ちょっと怖いな。さあ、来ました！乗る言葉、キック！ピロリは入ってんね、誰か。いやー、やっぱキラリカなんだよな、な。そうだよ、呪われるのはやっぱキラリカなんだよね、基本。こうなるとね、キラリカはもう避ける以外の仕事ができながら、まあ避ける仕事はできれば十分なんだけどというか、こっちとしては。ここで差を広げられる。いやー、厳しいかな。やっぱ、穴かけるが強いのと、今回は相性が悪いか。でも、打点はこっちはいいんだよな。当てれないだけで。ダッシュランの打率が今日悪すぎだな。今日見えてない。目見えてるちゃんと。大丈夫？ちょっと目もっと開いた方がいいよ。ほら、全然めっちゃ出んな。さあ、パンディションホールドに、まあ、こいつね、スピードターンにこれ出れるからね。でもこれ当たれば強いよ。ホールドも。あー、そうなる？いやー、キラリカントが動けないな、ずっと。この高速力もあるからね、このチーム、そう考えたら。さあ、甘かけるの元気？いやーお前、なんやねん。お前、マジでなんやねん。お前、どうなってんねん。ちょ、どないなってんねん、ちょっと。おい、よけた。ちょ、お前、どないなってんねん。お前、主人公、どないなってんねん、お前。ちょっと、辛かせ、お前。お前、辛かせ、お前。あ、やばい、ガードだ、これ。あ、当たった！よく当たったな。びっくりした、今。絶対大丈夫、あかんと思ったけどね。ちょ、お前らおかしいよ。お前らおかしい。やっちゃいけない。やっちゃいけないレベル強いんだよな、こいつ。全部、そんなバカスが出していいもんじゃないぞ。会心は馬かける竜の元気で。嘘だろ。もう2戦目、なんか、1戦目あんなわーってなったのに、1戦目で、ね、わーってなったのにさ、1戦目これですかい。制限チームこりゃ、ダメなんじゃないかな、このチーム。このチームダメかも。こいつらが強いんだよ。ピロリかも。ピロリ、アルミナちゃんと。アルミナに勇者がね、判断力の関係上。そうだね。
アルミラージの判断力がな、あの勇者の判断力的に誰でも行くのか、キラリカに行きやすい。え、ちょっと待って、危ねえ、ギリギリ耐えたけどな、危ないな。アトラス麻痺とかはない？アトラス麻痺お願いします。いやー、麻痺ないね。これはもうピロリするしかないかも。キラリカ君頼むわ。さあキラリカ、動けるぞ、動けるぞお前、行くぜ行くぞほら何してんだお前は。あー、ダッシュランな、さっきのダッシュラン当たったらちょっと違ってきてんだけどね。いやー、頑張った頑張ってる。このターンに避ければワンチャンある。いや、呪い言霊、いや多分アトラスだぞ怖いのは。言霊をシューターボールを相手のゴールでシュー、うわー39だ、避けろ。あっ、えっ、キラリカちゃん、これは避ける、ここで避けたら英雄になる。あー、ダッシュランだった、さようなら。出落ちだったわ。まあ一応ボンマスもね、森荒野最強軍団っていうね、過去にチームあったじゃないですか。結構ひどい目になってますけど。ただ強いやつらが全員揃ってるんでどうなんだろうね。ただメタルハンターが入っちゃってるからね。アルミラージがまあいるってだけで強いんですよね。というか雷攻撃が強いんですよこのゲームって。その関係上地獄の色もかなりの強モンスターとなっているんですけど、さあ問題はね、こいつらなんだかで森荒野最強軍団と歌われたこのチーム、誰が受けてる？キラリカだよね、絶対キラリカだわ。いや連続ミス効くな。でもさあ、さあキラリカ、キラリカ、おーい。そういうことをキラリカ避けないとダメだね。ここはこれはもうキラリカがどんだけ回避するかにこの勝負は全てかかってくる。あとはアルミラージの1000マボルトがどんぐらい打点出るか、力と力のぶつかり合いだ。いや全然効こう。気候弾が弱くなってる、だいぶ弱いね。さあメタルハンターに OK、 基本避けない。やばい、うわ、うわ、うわ、600だって。600弱出てる。600弱か、アルミラージ強えな。もうダッシュ、誰に当たると思う？あ、そうか、コドランだね。基本コドランだわ。でも向こうも全員打撃耐性持ってるから、で、コドランは避けるからね。さあ、左カン、よし、来た。来た、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 待ってたよ。もう遅かったじゃねえか。本当に遅かったじゃねえか、おい。遅かったじゃないか、もうキラリカ。さっきの試合でそれやってくれば全然違うんだよな。アルミラージ OK、 それなら大丈夫だ。いやもう600はやばいんだよな、打点が。向こうも火力構成だからどうなんだろう。もう結構ね、キラリカがいい感じに避けてる。連続ブース強っ、来ました、いきます、毒の手、いきます、行くぜ、独死で攻撃します。い、当たれば即死、おやーおやーうわー、ブンだとー、出た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 、いてーいてー、独死が成功した、わー。まさか成功するとは思わんよね。さっきの試合それが全て占めてるんだもん。あれで全部のさ、フラグ回収しちゃったもん。さあお次は賢者ね。まあ、なんだかんだねこのチームね、本当に個人的にあのまあもちろんね強いチームとかあるじゃん、アルミラージとか入れてるこの感じがいいんだよね。唯一無二性というか、 Wi-Fi 対戦の動画とか見させてもらってるんですよ。他の人が出したとかやとかね、そういうのは見させてもらってますよ。ただこのチームはほとんどいねえからな、俺の唯一無二と言ってもいいんじゃないですかね。おい、言わせよ。まあね、一発屋草原森チームっていうね、キラーリカンとの使い方によると思う。さあキラリカ、はい、ピロリ、あー黒か、いやいや結構暗い。基本的にキラリカ単体攻撃避けていこう。いきます、味を占めました。違う違う違う、いきます。まあでも気候弾効かねえからな、かけた方がいい。うっ、キラーリカントの気候弾がダンスドラゴンとかデースドゴーゴンとか絶対通らないの分かってるから。なんでデスゴーゴンに言ってや、どれに鬼をしとんの。だから基本的にはもう独身のやった方がいいかも、独身ワンチャンした方がいいかも。強、何こいつ、強、何こいつ、何こいつ、あいつ、あいつなんだな一体。
強烈な突進からハリケーンフォークス避けろ避けなきゃこんなもんだからね、基本避けなきゃこんなもんよ。キラーリカンとか打撃に強いわけでもなんでもないから、ただ単純に狙われやすくして避けてるだけだから、それ食らったらまあこうなりますよさあまだまだこっから、こっからよ、避ければ全然あります、毒死しますあのなんか動画の趣旨変わってるよさあ毒死はいまあそれはね外れますよ、それは外れますよ。灼熱やばいな。お、キラリカそこで避けるか、単体攻撃に避けてほしいね。やっぱりひどいとこのターン次のターンに終わっちゃうんで、でデインはデスゴーゴーに落とすんだよ、分かってるね。はい、ちょっナイス。そう100とかいうなんかバカみたいなのをしてるからさっき。さあ猛ダッシュもね、会心打点を期待したい、出やすいからね、一発や見せてけ。めっちゃ外れてんな避けられんのはもう仕方ないんだけどさ、外れすぎじゃない君だいぶ外れてんね、なんだったらやばいなあ。ちょっとハリケーンホーン、さあハリケーンホーン切れるか切れるか切れる、ウェーちょっと君たち君たち、あの君たち何一つ今日避けない、何一つ今の避けない2042どうすんだよこっから、おいこっからどうすんだよもうおいこっからどうすんだおいまだあるぜ。まあでも地獄フラッシュ打点がまあこうでかすぎるんだよな、それがある以上。あーひでえなこれ、避けよう、ピラリよし、オーケー地獄フラッシュ打点でね死ぬのは目に見えてるからな。まあここでやられるのは仕方ない、地獄フラッシュが強い、賢者強えな。さあこのターンデスゴーゴンが痛恨なければまだ生き残れますね。1000マボルト行くのか、これやばいな、大体ガードされるかもしんねそれ。あやだね、そうなんだよ、それが分かってるからね、1000マボルト選ばなくて。冷たい気はダメだね、ダーソルゴンにちょっとほんのり通る、ほんのりダーソルゴン効いた、いやー厳しい、1800もあるもんな。いやなかなかね打点が取りづらいんだよね、アルメニア人やばいな、うおっあー155きつい、気候弾じゃダメだって、気候弾じゃね打点取れないよ、デスゴーゴンいるしダースドラゴンいるし、ほら見てみー、ほら見てみー、いやー地獄フラッシュで終わりだわ、地獄フラッシュで終わるな多分、もう全部全て一発にかけるか、こっから1600ブローちょっと待ってる、すいませんでした負けるとき圧倒的に負けるな、強いチームに惹かれるわ、強い魔王ですよね。まあ今まで動画もいっぱいそういうことやってきましたからね、このチームがやらないわけないでしょう。さあ5勝ね、5戦目勝ち越し負け越しをかけた最後、はぁほんとにそうですさあ今のところ2勝2敗ね、動画で回していて2勝2敗はなかなか頑張ってる方ですよ動画回すとみんななんかねわけわからん感じで負けたこと多いから強いチームだなーと思ってもさ、ボコボコにされる回とかいっぱいあったからさ。というわけでね、いよいよ最後最終戦、ハーゴンとの勝負ですさあどうなんだこれは。でもバズズの悪魔の爪痕、ハーゴンの邪神化の貢献っていうことを考えると、キラーリカントが避けたらある、普通にあるよねっていう、そういう感じですかね。さああとダッシャンのね今回はね命中率が悪いんだよね、そこしっかりやっててほしいね。あーアルミナ人来るのか、アルミナ人も別に避けないわけじゃないんだよ君、そりゃアルミナちゃん君避けないわけじゃないよね今日全部キラーリカントが、ちょっとアグルミナ人中央のキラーリカに行かねー、どこいなかんな、アルミナ人バズズに行った、ナイスー、いいねー、これはいい、今のはいい、今の一戦だね、イオナズンやばいって、ダッシュランがどんぐらい軽減するの、バカじゃないの全然軽減してないんだけど、ジェシンカの貢献です、基本的に避けないとダメだね、ダッシュランかよ、ダッシュランに行くのか、あでもまあ痛恨じゃないな、大丈夫だ、
一瞬ビビッと痛恨だったらもうなんかもう早速ゲームがつくとこだった。キコダン行け。あー出るねー。やっぱキコダンいいね。今回はキコダンいいね。もう独自はもう独自もういいわ。さっきエレミになってるから。でもあれは独自しかなかったって。さあこっからですよ。ちょっとねーピロリの調子がよろしくないよ。ダッシュ4回。あー危ねー。なんだお前ハーゴさっきから。お前ら結構判断力適当なのか。それかそんなに適当だったっけ。さあ猛ダッシュでベリアルに行った。よいしょ。素晴らしい。いい感じに会心出てるぞ。あダッシュの回。ダッシュランは打撃体制あるけど避けないっていう点では厳しいかもね。そういう意味では。いやー左化が恐れられている。左化に回避をされることを恐れられているぞお前ら。一戦ももとせーの、ナイス。これまひってるじゃない。よし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 。あるぞこれ。あるこれある。これめっちゃあるめっちゃある。あるある。だいぶあるよこれ。だ次のターンパズルで動けないもんね。ってことは光で飛ばして耐えきれる勝ちよ。いやでも厳しくね。555イオナズンで370で、そうだねこれね。多分光のために逃げ切るは無理だよ。逃げ切れないと思う。ギリギリ死んじゃうかも。いや避けることを信じろ。これね次のターンまで待ってもよかったけど、それは無理無理無理間に合わねえ。よしイオナズンとか分かってるんだったら避ければ勝てますからね。避けることを信じるわ。こうなったらそれが一戦マブドマヒーよ。一戦マブドマヒー聞いていいよ。あーそれはダメだな。外してるしな。さあバズズを止めたけどかかったな。ハーゴンの機嫌にかかってる。ここ避ければ勝ちだ。誰に行く。アルミラちゃんバカかね。アルミラおめえな。アルミラなお前。アルミラージおめえ何パーだと思ってんのか。いいっすよ。何一つ避けなかった。いいいいいい、やめろやめろやめろ、もういいんだ。あっ、おら、800に出した。最後に、最後に、一花咲かせたね。このチームが最強だわ。面白いわ。